はい、このロッド8フィートミディアムヘビーアクションね。でミディアムヘビーアクションというのがどうだろう、今まであるハートランドの中でカワースペシャル、まあ、カワースペ3かながあるんですけれども、その竿を結構使うことが多くなったというのは、まあ、フィールドによるんだけど、例えばゴサンガーだとか、ちょっと足場が高くて、足場のそばにブッシュがある、そういった部分をかわす長さが欲しいのね。超える長さが、足場のところから水面に近くに寄せたい時に長さがいる。でかわすペを使って、スモーラバだとか、まあ、3.5g ぐらいのシャトテールとかを多用してました。まあ、その時にね、思ってたのが、もうちょっと硬かったら結構、ルアーのバリエーションが増えて、さらに、快適性が増すんじゃないかなみたいな、そういうことをずっと考えてて、でしかもそれをスタンダードで出せたら、いろんなところ持っていくのにも役立つし、まあ普及もするかなと、みんなが自分の釣りをしやすいんじゃないかなっていうのがあって、この竿を作った。まあ、実際作ってみたところ使用頻度はすこぶる高い。